どうも、お疲れ様です。今回もいただいたシートから検証と、それから添削の方をしていこうかと思います。今回はですね、二つ課題が与えられております。これ私に対してですね。それは、三線の見方、三三の逆ですよね。三線と言いますけども、三つの川って書いてるのは、これね、トリプルボトムのことですよね。ダブルボトム、トリプルボトムなんですけども、こちらの方の見方が合ってるかっていうことと、あとは、レンジのね、 えー、形成の確認、こちらの方どうでしょうかってことなんですけども、まあ、結論から言うと両方とも合ってますよ。はい。で、えー、私がこれからお話ししたいことっていうのは、実はね、こういうことなんですよ。まあ、上の方からあ、売りの圧力が続いてきて、で、時に応じて、こう、利確が起きて、また、あの、売りの圧力がそれに勝ってってことになりますよね。で、ここで一旦、大きく、ヒゲを出して、えー、まずは、シングルボトムができてるわけなんですよ。ここではね、 あの、よく勘違いされる方いるんですけども、多くの人が、多くの投資家さんが、利確をしたから値動きがあるっていうんじゃないんですよ。実はね、多くの投資家さんっていう表現っていうのは、細かく言うと、お金があんまりない人が、たくさんっていう意味なんですよね。ですんで、相場にはあんまり影響を与えてない人たちなんだよ、これは。で、相場に影響を与えてる人たちっていうのは、少数の、たくさんのお金を持ってる人です。ですんで、今、矢印書いてるところっていうのは、そんなに、 口座の数、つまり人数は多くないけども、扱う金額がでかい人があ、一気にね、利格をしたんですよね。申し合わせたように。というのが、上級の投資家さんというのは思考回路が似てますから、大体同じようなところでね、利格を起こすんですよ。ですんで、売りのポジションを追撃追撃で貯めてきた人、もしくは途中で新規で入ったお金持ちの人がね、ここで申し合わせたように同じように決済するんですよ。で、一部決済し損ねた人が、もう一回戻ってきたところで、あ、今度こそと思って、最初の ポイントを意識して、ここで決済するんですよね。大体それが2回とか3回繰り返すと、もうね、あの、売りのポジションを理覚する人がいなくなってくるんですよ。そうなると今度は売りの圧力がないわけですから、買いの圧力が強くなって、反発して上に戻るっていうことがあります。でさらにここに上昇する、これ、ね、圧力を感じる、強さを感じると、新規で、 買いを立てていくお金持ちの人がどんどんこれを伸ばしていくんですよね。そういったメカニズムで、えー、こういうふうに下落とお上昇っていうのが起きていくんですけども、その過程でこの三千というのが起きるんですよね。まあ私たち投資家としては最初のちょっと一旦消しましょうか。最初のあすみません。<laughs> 最初の利確が起きたときにあこれはもしかしたら三千の前の ダブルボトムが始まるるんんじゃなないいかなという,ふうに考えるんですよ、ね、そうすると下落した時に同じポイントを構えていくことができるんですよね。ということは、えー、と下落が始まったら新規で売りを入れてここで利確をすればいいんだなというふうに感じたり利確と同時に今度は買いを入れていけばいいんだなという発想にもなるわけですよね。そうすることによってダブルトリプルと決めていってだいたいねあのトリプルボトムで大きく上昇に向かうんですよ。これ以上は下の,あの 4線が起こるぐらいだったらこれをさらに下に抜けて下落継続になるわけですよよろしいですかねもしくはダブルボトムの時に N を書いてさらに下に行くっていう流れが起きるわけですよねまあ3線っていうのはあ3線か <laughs> もうね言い方間違えてすいませんトリプルボトムですね <laughs> トリプルボト,ムボトムってのはこういうふうなメカニズムで,できてますので最初の V の字を書いた時点で意識していけばあ漏らさず逃さず 利益を取るるここととがでできるんじゃなないいかなっていうところですね、まあ、終わった後にこれはあのトリプルボトムだったんじゃないのっていうふうに見抜けることがまず大事段階ですよだから自己解決ってのはものすごく大事なんですよ自己解説っていうのはねそう考えていくとここも実は天井がここにあってね新規での1個目の天井が起きた時に今度こっちで上昇に向かうわけじゃないですか上昇に向かった時にもしかしたらダブルボトムがあダブルトップが始まるかもしれないなって思いながらここを見てるってことなんですよ でも残念ながらっていうかね、そうではなくて、こっち下の方に向かっていったんで、あこれはレンジを意識した方が良さそうだなっていうことで、場合によってはこっからレンジを意識して、こういう風に引くんですよね。で、その後によって、あの、天井が整理されてきて、あ、天井がもうちょっと低くても良かったんだなっていう風うな修正が入るわけですよね。まあですんで、あの、レンジオプションっていうのは、あの、日ごと時間ごとにその形を変えていっても構いませんのでね。ですんで、えっ、ー、と、 初心者の方とかまだねレンジオプションマスターしてない方っていうのは徐々に徐々に絞っていってこの辺りであこれはレンジオプションだから今度はここで反転するんじゃないかなっていうふうに考えることができるんですよでも上級者の方とか中級者の方はここで判断したりするもっと言ったらここで判断する人がいるわけですよ レンジオプションを使いこなしていくと、もうね、二つ目のこの天井で、あ、これはレンジオプションで、えー、今後はこのラインで、上低下で決めていくよっていう風にいけるんですよね。だからリハバが大きいわけですよ。で、乗り遅れちゃったりすると、<laughs> このあたりでね、えー、やっと入れるみたいな感じで、えー、こレンジオプションの、この、 効果にねあまり預かることができないってことにもなりますよねはいえー、じゃあ考え方としては以上でございますあのレンジもトリプルボトムも合ってますよこれは問題ないと思いますはいいいですねうんそうですね OK ですねはいお疲れ様ですまたよろしくお願いします